投資諸君、この動画にようこそ。ようここに集まってくれたことに感謝する。我々は資本主義の結社を打ち砕き、真の自由と平等の社会を築くために立ち上がる時が来たのだ。我々の闘争は労働者階級の結束と団結によってのみ実現されるものであり、その道は決して平坦ではない。しかし我々の目指す未来へ同志たちよ、恐れることなく革命の炎を胸に抱き共に進もうではないか。我々の力で新しい時代を切り開くのだ。来たるべき時代のために我々は日本で野球をやるぞ。というわけでこの動画の説明だ。今回の動画は同志諸君に親近感を感じてもらいたいから赤い球団を使うぞ。最初の組織編成では年俸1000万以下の同志のみ仲間に入れる。組織に尽くし球場に耐えられる人材を欲するぞ。そして未来の同志として我が組織に入れるのは、まずは左投げの投手だ。左の投手は優秀だと聞いたからな。次に右打ちの野手。左打ちは左打ちにつながり縁起が悪いから、右を打ってくれる奴が欲しいぞ。またこれらを超越して、同志として最大の勢力であるキューバ出身のもの、キューバと国交がありかつ友好的な国出身の同志の力を借りるぞ。さて、概要説明欄がソ連領土のように広くなったところで始めようか。なお、この動画を見てくれている視聴者に言っておきたいことがある。今作は現実の日本プロ野球を舞台にしたものだが、登場する選手に対して侮辱したり誹謗する意図は一切ないし、誰かの権利を阻害することを意図することもない。多少過激な物言いになることもあるがジョークだと思い、ソ連のように広い心で許してくれ。このゲームは長いロード時間があるので複製対象者のようにサクッとカットをしながら進めていくぞ。普段あまり意識することない助っ人選手を重視したいので海外のアンテナ感度が高い同志をスカウトに任命する。中南米は同志が多いのでそこへのパイプがある人物が欲しい。北米と仲がいいやつは複製だ。今回特別に招待したネームレス同士だ。しっかりと左投げで右打ちとまさしく理想的な仲間が私たちに力を貸してくれるぞ。今回は基地防衛のために守備力重視で選手を集めたが、目星い人材がいないから最悪スターリングラードで職業にでもなってもらうぞ。まずは最初のルール、このチームエディットで雇えるのは1000万以下の選手だけだ。ここでの利き腕や打席などは考慮していないぞ。雇える人材が少なすぎてやってるこっちがつまらないからな。ちなみに今作の赤いチームは優秀な人間砲弾が安く揃えられるからかなりやりやすいおすすめのチームだぞ。優秀な同志黒田や笹岡同志を仲間に入れられないのは残念だが許してくれ。海外投資は中南米に注力する。ここで一定金額を援助すると海外基地ができるぞ。テストプレイでは南アフリカやアジアにも投資したが、調査の結果あまりこちらに友好的な国が少なかったからプレイ方針を変えざるを得なかった。この資本主義の犬どもめ。チームリーダーはもちろん今回の作戦に参加してくれたネームレス同士だ。若いしルーキーだが日本にも新人でリーダーを務めた者がいると聞いたぞ。この状態だとあまりにも投手が貧弱だから変化球を覚えさせるぞ。今作ではチェンジアップというタイミングを外す球種が強力と聞いている。このチェンジアップはサーリボンバよりも強力なのかな。はっはっは。ネームレス同士にはパームボールを覚えさせる。パームボールの握りのようにこの世界を優しさと共産主義でこの手で包み込んでみたいものだ。本来であれば海外に基地を作って訓練させるべきなのだが我々は金銭に余裕がないので、今回は国内で訓練を行う。なんでも長野というところに浅間山荘というところがあるそうだ。球種変更は成功したものが多いようだ。活躍を期待しようじゃないか。我々の崇高な活動を世界に啓蒙するために情報局を占拠した。ここを我々の情報発信の最重要拠点とするぞ。我々の試合開催の入場料を決めるぞ。我々の厳しいところ事情を考えると高い金額を設定したいが、まず賛同してくれる人を増やすために安すぎず、高すぎずな金額である2000円で行こう。千葉ロッテでも1万円払わせる世の中なら我々の製品の心を世界もきっと応援してくれるはずだ。このオープン戦では可能な限りホームでの開催を目指す。今はこちらが頭を下げる立場だがいつかは肩を並べ追い越してみせるからな。なお名古屋の球団とは構想中のために開催はできなかった。あの地域は要注意だぞ。早速訓練設備や弾丸の補充をしたいが、あまり表立って行動するとジャパンの治安維持局に目をつけられるから今年は控えるぞ。霧島も捕まえられないような体たらくだが必要以上に油断してはならないぞ。さて新しい投手の勧誘だが、藤原という左で優秀な投手がいるらしい。あと捕手が貧弱なうちには大内という捕手もなかなかいい人材ではないかな。
メリカの人間を発掘とは舐めているのか同志ライモンドスカウト。そういえば韓国が北朝鮮と同一視されたらしいな。どちらかに失礼な物言いは使えた方がいいのではないのかな。チーズばっか食ってちょびひげにすぐ降伏するような猿には口の使い方を教育しろ。今回は海外で目星人材がいなかったので日本国内での人材発掘を基本方針とする藤原と大内に我が共産党への加入の打診をしておいた。ライモンドは日本語が上手ではないが我々の誠意をしっかりアピールしてきてくれ。現在我らがホームグラウンドで試合を開催すると2000万近い収入がある神山同士が訓練中の負傷で現場から退くことになった。視聴者諸君も夏場の水分補給や安全管理は怠らないようにな。まだシーズン開幕前にもかかわらず多くの同志から寒波をもらうことができた。皆の者本当に感謝する。さあ開幕だ、日本を赤く染めてやろうじゃないか。春の季節に日本人は浮かれ騒ぐらしい。その感激をついて開幕戦だからお金を少し多くもらおう。何思想は違ってもやっている野球は同じだぞ。平気平気。まず投手運用はご覧の通りだ。野手はご覧の通り、基本論を200回読破することで鍛えられた私の洞察力が我が党の今年の戦いはかなり厳しいことを告げている。今年はあまり見応えがないかもしれないが、未来の幹部候補たちをしっかり鍛えておくぞ。さて開幕戦はヤクルトスワローズというチームだそうだ。優秀な人材は多いが、主力が高齢だと聞いている。さあ、我らの開幕戦。同志諸君、我々の奮闘をぜひとも見てやってくれ。やっぱアメリカのスポーツってクソだわ。さて4月が終わり、我々の懐も春の暖かさを感じる季節になったな。我々の戦績、情報の取り扱いには注意したまえ。あまりにも見どころがないから7月まで飛ばした。2度目の海外投資も中南米だ。この秘書というものがたまに金銭をくすねるので視聴者諸君も秘密警察の1つや2つ用意しておけよ。新人の交渉もなかなか頑張ってくれているようだ。もともとドラフト会議というのは戦力均衡化のため作られたらしいのだが結局金がないと人材も確保できないとは、やはり資本主義に走ったやつはろくなルールを作らないな。ドミニカが我らに援助してくれるらしい。やはり持つべきは志を同じくしたものだけだな。ベネズエラも我らに基地を提供してくれるそうだ。ありがたく併合させてもらおう。さて、後半戦は丸々カットだ。黄色の球団がセリーグを制覇したが、中国でまた黄金の乱でも起きたのか。この久保田は多少の告知なら耐えられそうな体をしているな。井川もアメリカの注目度は高いらしいな。要チェックだ。ちなみにパリーグはホークスが優勝し日本一になった。高羽はやはり攻撃力が違うな。我が党員はまだ指導している最中だが、どうしてももう少し戦力が欲しいな。さてシーズン最後の決算だ。投資の多大な援助と応援のおかげで、なんとか翌年の資金を得られた。やはり本拠地を変えたのが良かったな。これらの情報は西側の情報工作によるものだ。視聴者諸君は騙されないように気をつけたまえ。しかしみんなの期待に応えられるような戦いではなかったことも真実だ。そこはしっかりとわきまえないといけない。特によそと比べると防御力が足りてないようだな。引退勧告の時期になったが、我々は同志だ。切り捨てる人材なんぞいるわけもない。この陣容で来年も戦っていくぞ。諸君は新戦力に期待したまえ。幹部の配置だが、2軍が作れるほど人材がいないので2軍監督はボランティアで募集した。文字も読めない奴らしいが、その熱心さを評価して採用した。文字読めたら共産主義者になんてならない。粛清だ、連れて行け。スカウトは変更だ。様々な人物を見たが、このアイクという男は中南米にもパイプがあり、その交渉力の高さは評判だという。今年の新加入選手だ。左投手の藤原と捕手の大内だ。二人とも若いが、若さに見合わぬ実力を持つという。将来の幹部候補生だな。どんな能力なのか見に行こうじゃないか。おう、長打力はないが守備能力は高いじゃないか。グラウンドの司令官を目指してもらおう。ハイスクールを出たばかりなのに球速が素晴らしいな。変化球は副球だけだが、一級品だな。
完璧だ。さて、資本主義の犬どもはどんな人材を確保したのか。どこも弱子名を使っているようだな。何のためのドラフト会議なのだ。我々の弱子名はいい弱子名だから許されるのだ。疑問を持ってはいけないぞ同志諸君。今年は野手が豊作のようだ。あ、渡部が取られた。ダーンだな。正直猫の手も借りたいくらい戦力が足りていないが、お金をこの時期に使いたくないんだよな。とりあえず、玉よけの安いやつでもキャベツ畑から拾ってくるか。3人目に渋谷同士を仲間に入れた。何かと人材が枯渇する遊撃手として活躍してもらう。おっと、韓国の邪教の匂いがするぞ。なかなか優秀な選手も多いらしいが、我々にはかなわないな。星野は左投げで優秀らしい。この平田という男も言いたいこと言ってくれそうだな。村田という男は指導者としてはあれかもしれんが、なかなか優秀と評判らしい。いい新人が獲得できたのではないのかな。さすが我らの目に狂いはなかった。フリーエージェントというものがあるらしいが、こんな資本主義を見つめたようなイベントに我々は今後も一切参加しない。しかし人材の移動を把握するのは大事なことだから見ていくぞ。と言っても、城島も高橋由伸もいない FA に何の見どころもないけどな。契約公開の時間だ。こんなものに時間を割く余裕はない。見たまえ、誰も不満を持っていない。やはり共産主義こそ理想なのだよ諸君。松坂はキューバを打倒したことがあるらしいぞ。警戒しなくては。矢野はシャーマンらしい。不思議な言葉に惑わされるなよ。小坂が横須賀基地に移動とは総武線が火の海になるぞ。水道橋なら大丈夫だがな。次は入団テストだ。ベテランの技術を持ち合わせているが資本主義を追われた者を救出するイベントだ。調査員の報告によるとそこそこ優秀な選手もいるらしいのだが、特に欲しい人材がいなかったのでするんだ。皆のおかげで14億円も集まった。この資金は支援などに使わさせてもらおう。さて新年が明けた。今年も中南米に全ベッドだ。金をくすねるなよ秘書。翌月だ。キューバで留学ができるらしいぞ。いい環境で集中して総括してもらおう。そしてついにキューバ基地ができた。これで我々の心身の強化も最大のものになるぞ。ガッハッハ。1年目と違い特殊練習はどう指示しようか。ああ、去年取った渋谷同士か。このままだと使いどころがないから用打ちにでもしておけ。ダブルスパイとして働いてもらうか。そして我らが親友、キューバで訓練だ。みんなの成長が楽しみだ。ちなみにゲーム的な話をすると、リード以外はフロリダと同等だからコストパフォーマンスは今作最高だ。やはりキューバは素晴らしい土地だ。明らかに1年目のキャンプと成果が違う。素晴らしい。浅間山荘は緊張感がすごくてみんな訓練どころではなかったからな。ふむふむ、今回のキャンプは満足だ。シーズンもいけるぞ。渋谷同士の体の様子がおかしいな。試合でも使っていけるのか。まあとりあえず新シーズンも同士の活躍を期待しよう。
というわけで今回の動画はここまでだ。ぶっちゃけタイトルありきで作り始めた動画だからこれが最初で最後かもしれないが、もしみんなの心にソ連があるのなら応援の言葉をくれると嬉しい。それでは同志諸君さらばだ。